はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで、今回、パート6をね、始めていきたいと思うんですがね、これまあ3の時も思ったけど、ほんま歌舞伎町のね、歌舞伎町行ったらほんまこのまんまの、まあ、神室町天下一通りでは書いてへんけどさ、こういうね、ゲートがあって、確かあそこのこの辺のビルがなんだっけ、なんだっけビッグカメラじゃないな、なんだっけ、山田電機やったっけ、なんかでっかい立派な電気屋さんがあるけど、まあ、今回はあれ、塩原じゃないか、塩原くん、てかこれ塩原ってうち言ってるけど、塩原かもしれへんよなっていうコメント見て、確かにって思いながら、まあ塩原くんでいきたいと思います。あ、木山さん何してんの、こんなところで、こんなとこで何してるんだ。ちょうど秋山さんに会いに行くところだったんです。あの会社は俺に、はい、じゃあとりあえず事務所に行こうか。はい、行こっか。いや、今回はメインストーリーを進めたいと思いますとか言おうと思ってたんですけど、早速まずは塩原くんに、なんか塩原くんの話長くて動画一つ分塩原くんで使っちゃうからさ、秋山さん、俺を弟子にしてください。社長の鏡にする気、秋山さんをお願いします。何言ってんだ、突然ウェブ関係の仕事を始め、会社を始めるんじゃなかったのか。最初はそうしようと思ってたんです。でも具体的に考えた時にやりたいことが浮かばなくて。そんなんで500万円くださいって借りに来たわけ。いや、まあそんな感じやったけどさ。で、なんで俺の弟子なんだ。秋山さんの下で勉強をすれば自分のやりたいことが見つかると思うんです。いや、でも秋山さん金融業、金融業以外にキャバクラのオーナーとか、なんかその辺の人をポイホイホイ助けたりなんやかんやしてるからな。いや、バカ言うな、自分のやりたいことくらい自分で見つけろ。お願いします。まあそれが今塩原くんがやりたいことなんかな。俺は弟子なんて取るつもりはない。もちろんお金なんていりません。やりたいことが見つかるまでここに置いてもらえればいいんです。ダメだ、カタクナだね。まあね、秋山さんに借りた500万円を無駄にしたくないんです。お願いします。お願いします。お給料くれって言ってるわけじゃないし、いいじゃないですか社長。まあ、花ちゃんとしてはね、こう、こき使える子分が一人増えるって感じで、ラッキーって感じなんかな。でもなあ、私は賛成ですけど、花さんありがとうございます。なんか、花さんって言うと、変な感じがする。はあ、しょうがねえなあ、オッケーなん？いいんですか？ほんまにいいん、秋山さん。それじゃ、とりあえず弁当買ってきてくれ。ほんまに雑用や。わかりました、すぐ行ってきます。てらっしゃい。本来の特製カルビ弁当やで。どうせ塩原に雑用をやってもらうつもりなんだろ。バレました？いや、バレてるよ。おお、特製カルビ弁当やし、ほんまに。はあ、食った食った。ところで秋山さんってなんでスカイファイナンスを始めたんですか？なんで？正直お金儲けになってないし、どういうきっかけで始めたのかなと思って。お空からお金降ってきて、てかどんだけお金かき集めたんかな、それも知りたいところやけど。はい、僕の参考になるかもしれないし。俺昔ホームレスしてたんだ。お、待って、塩原くんのサブストーリーで秋山さんの過去が知れるわけ？本編じゃ知れへんのか。ホームレス、もともとは銀行に勤めてたんだけど、いろいろあって辞めることになって金も尽きちゃって。あのリさん似の人が写ってるあの写真は銀行に勤めてた時のか。いつの話ですか？5年くらい前かな。会社辞めてからしばらくホームレスしてたんだけど、金が空から降ってきてな。金が降ってきた、知らないか？ミレニアムタワーで爆発があって、そこから大量の札束が降ってきた事件。ああ、ニュースで見ました。その時に降ってきた金を100万円くらい必死に拾い集めたんだ。
ほう、資本金は100万円か。そのお金で町金を始めたんですか。100万円ポチじゃ事務所も借りれねえだろ。何、一発博打当てた。じゃあどうしたんですか。もともと銀行マンだったから、ある程度金融の知識はあったんだ。それでどうすれば一番金を増やせるかと考えて、デイトレード。なんかほんまに、まあ知識と勘と運がないと、勘も運も一緒か。デイトレード。あ、簡単に言えば株の日ばかり取引。一日ごとに何度も取引ができて、うまくやれば高額な売買差益を手にすることができる。まあギャンブルと似たようなもんだが、知識がちょっとはある分、競馬や競輪よりは可能性が高いだろうと思ったんでね。はあ、1円でも高くなったら売るみたいな。そのデイトレードで100万円を増やしたんですか。排水の陣ってやつだ。死ぬ気で情報を集めて、昼も夜もなく買ったり売ったりを繰り返したよ。まあ違法ギリギリのこともしたし、負けたら終わりの危ない勝負だったけど、神様が味方してくれたんだろう。気づけば結構な額を手にしていた。いくらくらい。それから先物取引とかもやってみたんだが、俺に才能があったのか、面白いように増えていって。おー、もうその辺はもう参考にならへんな。ほんま秋山さんのセンスっていうかさ、それこそサラリーマン時代の何千倍もの金をわずか数年で手に入れたんだ。でもある時、俺はこの金で何がしたいんだろうって考えたら、金を稼ぐことはどうでもよくなったんだ。金に興味がなくなったってことですか。金に興味がなくなるほど手にしないとたどり着けない境地やな。いや、それまではどうやって金を稼ごうとばかり考えていたんだが、それからは稼いだ金をどう使うかを考えたんだ。それで金に困った人を助けようと思って、利息なしの町金を始めたんですか。町金を始めたんですか。いや、別に俺は金に困ったやつらを助けようと思ったわけじゃない。俺みたいに金がなくなってどん底に落ちたやつが本気で這い上がる様を見たいと思ったんだ。いらっしゃいませ。それでスカイファイナンスを。はあ、まさか塩原くんのサブストーリーでここまでこう突っ込んでわかるとは。すみません、こちらでお金を借りられると聞いたのですが。子連れや。塩原、昔話はここまでだ。はい、どうぞどうぞ、いらっしゃいませ。話を聞きましょう、こちらへどうぞ。なんか幸薄そうな感じ。失礼なこと言うようやけどさ、なんかそんな感じしーひん。服装のせいかな。で、どういったご要望でしょう。はい、実は夫がギャンブルにはまって借金をたくさん作ってしまって、それから酒を飲むたびに暴力を振るい出して耐えられなくなって逃げてきたんです。それはいかん、それはいかん、それは大変ですね。夫が私名義でも借金をしまくっているので、もうどこの消費者金融でもお金を借りれなくて最悪や。こちらなら借りられるかもしれないと噂を聞いてやってきたんです。それでいくら必要なんです。昨日のままで逃げてきたんで、当面の生活費に50万円ほど貸してもらえれば。わかりました。ただここではテストに合格しないとお金を貸せません。はい、はい、聞いています。何をすればいいでしょうか。3時間以内にこのカムロ町で仕事を見つけてくることができれば、50万円を無利子で貸します。3時間以内か。たった3時間ですか。本気で探せば見つかりますよ。不況なんて言ってるけど、より好みさえしなければまだ仕事なんて山ほどありますよ。はあ、なんならさっきの塩原くんみたいに、まあまああれはお給料なしで置いてくださいって言って通ったようなもんか。まあね、秋
秋山さんに頼むっていうことから始めても何でも大変やろうけどな。どうです、やってみますか。わかりました、探してきます。いってらっしゃい、頑張ってお母さん。でもお子さんも一緒に3時間くらい預かってもらっても、あんなかわいそうな人にまでテストをさせなくても、あの人が本気ならテストに合格するさ。うん。いらっしゃいませ。お。ああ、え、乱暴な男、旦那やな。のりこはどこにいるんだ。誰だあんたは。うん、俺の女房がここに金を借りに来たはずだ。ああ、あんたがあの人の旦那なのか。やっぱり来たんだな。なんでさ、これどっかの、どっか実況中のどっかでもまた言ったかもしれんけどさ、なんでこう、そばに置いておきたい割に暴力振るん。出して、出てしまうから出しちゃうんかな。わからん、その辺が。ああ、どこにいる？出し上がれ。あいにくだが、あんたの女房は今俺の客なんでね、客の情報は漏らすことができないんだ。何よ、これ喧嘩フラグやな。文句があるなら表に出てもらおうか。望むところだ。おー、塩原くん、秋山さんの弟子っていうか、こう秋山さんみたいになりたいんやったら、まず腕っぷしも強くしないと。さあ一応話を聞こうか。うん、うるせえ、のりこを出せ。痛い目に遭いてえのか。まあだからあんたさあ、ああうるせえ野郎だな、ぶちのめして吐かしてやる。 あもう暴力で解決できると思うから手出してしまうか。解決できるわけがないの。まあ秋山さんとかキリュウちゃんとか、ある意味暴力っていうか、こう殴って解決してる面もなくしもあらずなんですけどね。あ、そうそう、壁の近くでヒートアクションっていうのを習得したんですよ。これこれ、めっちゃ痛そうやな。おお、終わった。めっちゃめっちゃ攻撃力あんねんなこれ。くっそー、覚えてやがれ。いや、それだけで済んでよかったよ。まあ立ってられるだけ、走れるなんてもう全然よかったよ。あんなやつが旦那なんて、逃げる気にもなりますね。まあ結婚したからには昔は優しかったんやろうな。そうだな、うん、そうだな。お、スカイファイナンス、お仕事探してきはった。どうでした。え、見つかりませんでした。ではお金は貸せません。え、見つからんかったんか。まあ大変やったとは思うけど、大変やったとは思うけど。アルバイト募集してるところは全て回ったんです。でも私の年齢だと雇えないって。うん、他にも商店や飲食店にいろいろ当たってみたんですけど、どこにも今は人手は足りてるって言われて。それで3時間以内にカムロ町で仕事を見つけるなんて不可能です。風俗店には行きました。え、風俗って？ソープとか、いわゆる風俗店ですよ。あなたの技量だと雇ってくれる店はあると思いますよ。どういう技量？風俗なんかで働けるわけないじゃないですか。気持ちもわかるけど、気持ちもわかるけど、これ複雑やな。わかる。もう究極に困ったらこういう理由でも、子供ってか子供連れてとりあえずこうお仕事回ってるんやろ。とりあえず子供預かってもらってさ、お引き取りください。え、帰っちゃう。あー、これはなんとも、これはなんとも、なあ、まあなあ、現実厳しいからやっていくにはしょうがないか。さっきも言ったが、俺はかわいそうな人だからって金を貸すわけじゃない。うん、これはまあいいと思う。でもあの女がもし本気で人生を変えようと思ってたなら、なりふり構わず風俗店で仕事を探したはずだ。うん、そうやな。うん、
俺は本気でないやつに金を貸すつもりはない。もうちょっと時間を、また来はってもう一回テストさせてあげる優しさが多分秋山さんにはあるからいいと思うけど。お前もあの時本気で自分の人生を変える決断をしたじゃないか。だから俺はお前に金を貸したんだ。お前が本気だったから俺も答えたんだ。俺に借りた500万円を無駄にしたくないって言っていたが、お前は今本気でやりたいことを探しているのか？てんてんてん。そうやな、あの人が借りたかった50万円の10倍ものお金を塩原さんは秋山さんから借りることができたんやもんな。ただ俺のそばにいるだけじゃやりたいことなんていつまで経っても見つからないぞ。そうですね、金を借りられたことで秋山さんに甘えていました。もう一度一人で何がやりたいか本気で考えてみます。まあある意味秋山さんのそばにいて勉強にはなったみたいやけどな。あれでよかったんですか社長、塩原さんうちで雇ってあげてもよかったのに。いいんだよあれで、きっとあいつなら一人でやりたいことを見つけるさ。あのお母さんたちねえ大丈夫なんかな。サブストーリーと、これ絶対さ流行のなんて FX じゃなくてなんか言い方あるっけ。なんか知ってるけど、外国為替証拠金取引、証拠金、あんま詳しくは知らんねんけどさ、最近なんか流行りっていうか簡単にできるよとか言ってなんかこうね、一か八かの要素が強いっていう。お越しください、店頭限定キャッシュバックもあります。もう怪しさ満点や。てかなんでその秋山さんのところに。へー、元本補助。いやー、やれやれ、まだこんなのに引っかかるやつもいるのかね。どんなやつがやってるのか逆に興味湧いてきちゃったな。こらこら、占領通りか。気が向いたら冷やかしに行ってみようかな。動機がある意味なんか不純やねんけど。またなんかまた反応してるけど、ちょっと今は鍵はいいかな。何しようとしてたんやっけ。まあそのサブストーリーまだまだ出てきそうやな。でもちょっとメインも気になるし、行こっか劇場前広場。まあ、あのリリさんとのアフターをやり終わったらまたもうちょっとだけサブストーリーをぐるぐるしたいと思います。なれなれしい男。これは秋山さん奇遇ですな。失礼ですがどちら様で。同業者ですよ。天神金融ご存知でしょう。社長の有馬です。天神金融、噂は聞いてます。まあどんな噂かは聞かないことにしましょう。俺に何か用でしょうか。いやちょっとご相談したいことがあってお宅の事務所に向かおうと思っていたとこだったんです。これサブストーリー。私の事務所がすぐそこなんで、もしよければお越しいただけないでしょうか。別に取って食おうなんて思っちゃいません。そりゃそうですよ、ちょっと話を聞いてもらうだけです。じゃあお邪魔します。秋山さんこう自分の腕っぷしにも自信があるから、もうどん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 首突っ込んでいくな。いつか痛い目見えひんかったらいいねんけど。命掲げてる。秋山さんのスカイファイナンスのことは私どももよく耳にします。今日神々やほんま。そうですか、金融屋の常識を覆すような一風変わったシステムで運営してるとか。相当な資金力がないとできないシステムだと噂されていますよ。ところでご相談というのは。これはすみません、おしゃべりが過ぎまして。
では単刀直入に言いましょう。秋山さん、私と組みませんか？組みません。組む？パートナーシップを結んでお互い助け合うんです。こっち困ってないねんけど。私の天神金融と秋山さんのスカイファイナンスが組んで、お互いのコネクションや顧客情報などを提供し合えば、より効率のいいビジネスが展開できると思うんです。甘い汁吸えるのはそっちぐらいじゃないの？それに銀行から今以上の融資が期待できるので、ビジネスの規模も広げることができます。秋山さんは銀行から融資もらってんのかな？ん？神室町の金融を私たちで支配しませんか？お断りします。ですよね。お、なぜです？いい話だと思いますが、あにこれは一人でやりたい口でしてね。こんないい話なかなかないですよ。本当にいい話なら俺なんかに声をかけないでしょ。見下してる。あんな薄汚れたビルの事務所じゃなくて、ピカピカのビルにでっかい事務所持てるんだぞ。ピカピカのビルにでっかい事務所持ちたいねんな、有馬さん。俺にはあれぐらいがちょうどいい。それでは失礼します。おとなしく返してくれるとは思えへん。おい、あんたの顔を立てて大人の対応してみたんだがな、そっちがその気ならこっちにもやり方がある。せいぜい気をつけるんだな。え、ご忠告ありがとうございます。さよなら。その喧嘩ふっかけたりしてさ、仮にこっちがボコボコにされたところで吸収されるされあ、こんなところにまで来ちゃった。テナント募集中。なるほど。このところまで来ちゃった。せっかくリリちゃんとの、あ、ごめんなさい、アフターにウキウキしてたのに、もう一回劇場前まで戻ろう。